ヒロプラ、皆さんこんにちは。今回は HG マイティストライクフリーダムを塗装していきます。パチ組完成です。かっこいい。今回は色替えはしないで、そのままのイメージカラーで塗装します。白パーツはグランプリホワイトを引きます。下拭きでサーフェイサーブラックを拭きます。ゴールド具はシルバー、イエロー、オレンジイエロー、ゴールド、クリアブルーで調色した色を拭きます。ダークブルー部は以前ストライクフリーダムを塗装した時に調色した色を使います。ブルー部はメタリックブルーで拭きます。グレー部は適当に調色した色を拭きます。レッド部はメタリックレッドを拭きます。ガンダムマーカーで細かい部分を塗っていきます。隙間が狭いので綿棒で塗ってみます。案外うまくいった。ここは爪楊枝で塗ります。色の塗装が終わったので、組みながら墨入れをしていきます。墨入れには、この墨入れシャープペンが気に入ってるので、よく使います。ベザリングマスターとドライブラシで汚していきます。
仕上げの半光沢クリアを吹きます。塗装が終わったので組んでいきます。なんかアニメ塗りっぽく見える。やだ、めちゃくちゃかっこよくなったやん。ありがとうございました。 HG マイティストライクフリーダム、いかがだったでしょうか。よかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画で。